きついです。やってください。ほら、この眉間に、ほら。サンブレイズのガチレン。今回は筋トレをやっていきたいと思います。怪我をしないようにやっていきましょう。はい。はい、これは40ですね。で、まず最初に、まあ、気をつけてほしいポイントとして、腕で上げがちなんですけど、まあ、しっかりと、まあ、大胸筋と、まあ、背中でしっかり上げるっていうのを意識しながら、腕だとどうしても重い重りを持つとなると持てなくなっちゃうん で腕に来ないようにしっかり背中で、いつも2人ペアでやってるんですけど、まあ、きつくなった時にしっかりと補助して、きついところをまた上げてあげるっていうのをやって、さらにこうアップできるようにっていうので、いつも2人ペアでやってます。うん、で呼吸止めないようにね。いけるね。これをまあ筋トレ大体3セットをやるようにしてます。はい、じゃあエビス。なんか軽そうだね。よ、自衛隊。軽い。軽くないですよ。見てよ、俺。きつく見せたくないペアなんで。やめてください。でほら見てきますよ、この顔。きついよ。見てください。この顔、ほら。この眉間に、ほら。引っ張ってきたりとかするのに、まあ、必要だったりするんで、あとこれはまあ気合ですね。やってみてどうですか。はち切れそうです。ここはち切れそうなくらい追い込んでます。これは何キロ。これは今80キロでいきます。最終的には自分の体重の2倍を持てるようにしたいなと思ってるんで、目標としてこれも10回3セットをやっていきます。はい、下げて、もうちょい下げて。いけるね、いけるね。緊張する。そういいよ。前なんだろう。しっかりと鍛えてるところを意識しながら、自分鍛えてるなっていうのを、あのナルシストになってね、ウェイトの時は。うん、ちょっと浅くなってきた。はい。まだ下げて一回止めた方がいい。そうはい、いけますね。もうちょい後ろ、うん、もうちょい後ろに乗って、うん、もうちょい下げる。もうちょい下げて、もうちょい、なんかちょっと来て、ここ、うん、ちょっとついといて。いいよ、下げていいよ。いける。もうちょい。ちょっと止めて、一回止めて。要はさ、もちろん広げてもいいんだけど、やり方はいろいろあるから、どれが正解とかでもいいんだけど、広げたらさ、多分こっち行く。一応ちょっと狭めで後ろにこう行ってほしいんだけど。で後ろ来る、このやり方もう来る。そっちはちょっとで、背中ちゃんと姿勢よく、後ろが来るようにちょっとやってみて。そう座る感じで上げてやって。いいよ。後ろ来てる。来てます。よし上げるときにちょっと上げた方がいい。もうちょい下げて。はい、いいよ。
いいよ。はい、上げる。はい、いいよ。いいよ。はい、いいよ、上げて上げて上げて。重くても力の入れるとこだけ気をつけてます。笑ってきてしまう。下げる。はい、上げる。こういう感じ。横にいて。かかとに乗る感じで、もういい、下げる。とにかく後ろ。もちろん前、鍛えたいときは違うやり方あるし、うちもそれは違うやり方あるから、ワイドにするやり方ももちろんあるから、それはそれなんだけど、やっぱうちらとしては後ろを鍛えたいから、後ろをちょっと意識してやれる姿勢がいいかな、はい、いろいろつながりますよね。守備の時の体勢もそうですし、なんだろう、投げる時の時もそうだし、まあ、バッティングの時のしっかり乗って後ろ効かしてっていうのもそうだと思うんで、監督が言った通り、あの、重さを上げてやっていこうと思います。忠実だね。レッグカールを次はやっていきたいと思います、はい、これも太ももハムですね。そこをまあ鍛えていきます。いける？いいよ。ゆっくり、基本的にはもう、まあ、早くというかそれなりにスピードで上げてゆっくり下ろすっていうのを意識してやってます。ついて話すときをゆっくりしてほしい。多分一番きついところここ、そこをゆっくり、ほら早い、うん、ゆっくり、うん、もうちょっと早くてもいい。はい、上げる、うん、でゆっくり、うん、これも10回ですね、だいたい10回。まあ、走るときとかにも後ろってすごく重要になってくるので、速い人、足が速い人とかは特にまあ後ろが強いのかなっていう気がしてるので。きついです。この10回でもパンパンです。いつも息切れながらやってます。あとはきついときにどうしてもこう息を止めがちになっちゃうんで、そこをまあうまく息、呼吸をちゃんとしてやるようにっていうのは伝えてるので。これももう背中の筋力を鍛えるためのものなので、はい、やっていきましょう。はい、25キロです。シンプルなんですけど、まあ、本当に背中をこう肩甲骨を寄せないと腕だけでなっちゃうので、結構ここが寄らない選手が多いですね。はい、お、いいね、いいね、いいね。ゆっくり、これも下げたらゆっくり上げてくる。お、いいね、いいね、うん、で、上がったらちょっとこう脱力して、そうそうそう、で、メリハリつけて、うん、ちょっと反ってもいいから、下げるとき、はい、うん、25いけるってことだね。ちょっと重いかもって言ってましたけど。いいよ。ラスト、はい、はい、という感じですね。筋トレもそうなんですけど、あの、肩甲骨とかのストレッチにもなるので、これは毎回取り入れます。まあ、こんな感じで、あの強化をするっていうのもそうですけど、まあ、ケアとか、あの、柔軟性を高めるっていう意味でもウェイトを取り入れているので、まあ、これからもしっかりとやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。